サンビオンのサンビオン。こんにちは。いやー、暖かくなってきましたね。ねえ、非常にね。はい、夜はまだね寒いですけどね、うん、そうですね、雨なんか降っちゃったりするとね。ねえ、どうですかここ最近は、夏美さん。ここ最近なんか結構忙しくて、おなんかね、なんか忙しかった。なんか忙しかった。そのなんかを聞きたくて聞いてんだけどね。いや、なんかね、本番が、うん、なんていうか、例えばサンビオンと、はい、木管五重奏と、はいはい、じゃあ、クラシックっぽいリコーダーのアンサンブルとかになると、はいはい、全然ジャンルが違うじゃないですか、うん、でそうするとなんかね、こう切り替えるのにすごくなんか精神的なものもあるし、その、うん、あの大丈夫かなっていう、こう、なんていうの、なんとも言えないこうあれがあって、それ結構疲れに影響したかもしれない。はいはい、そうね、1日ぐらいはせめて間が欲しいよね。そう、疲れとかになるとなんかね、ちょっとモードがね、そうそう、モードがなんか、あと緊張感が違う、そうそう、それ多分それです、一番、ね、やるものによって、なんか、うん、気の使う場所が違うんですかね、うん、そうよね、うん、そう、ますみさんも結構違う公演多いですよね。そうそう、そうなんですよ。うん、もうこの間なんかダブルヘッダーがあってね。お、う、お、ん。シエナのフルーツ音楽隊っていう、フルートと、まあ、クラリネットとパーカッションみたいなね、うんうん、やつで、ゼロ歳児からのコンサートっていうのを午前中にやって、うん、そのままパッとさよならって言って、午後にシニア向けの、映画音楽のコンサートをやるっていう。すごい、幅広い、ゆりかごからこらこら。でもまあそういう感じですよ。幅広いはダメだ。それが日常茶飯事な感じになってきましたね。うん、同じ曲目でツアーっていうのが一番ある意味、うん、なんかこう、いいですよね。いいですよね。うん、なんかね、うん、同じ曲目でツアーやってると、いろいろ試せたりもするし。あ、そう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 。うん。そう、それがね、何ヶ月もずっと一緒だと、まあ、成長に影響があるかもしれないけど。うん、ああ、帰って、うん。そうそう。若干だとね、逆に成長できる、ね、ことありますよね。うん。牧田さん。私ね、振り返ったらね、なんか大きくね、はい、音楽のことと家族のことにすごいがいろいろあった2週間ぐらいでしたね。家族のことではね、義理の父が米寿のお祝いしたんですよね。うん、去年母がしたんですけど、同じちゃんちゃんこを着回しするっていう母のアイデアで、金色のちゃんちゃんこをまた着せて、金色なの、米寿は。あ、そうですか。お帽子とね、布袋さんみたいな帽子とあるんですよ。でそれをうちの三男がちゃんとね、ネットで買っといてくれたのがあってね、気が利くの、三男はね。それをまたで、来年は義理の母に行く予定なんですね。なるほど。でそれからあとは母の病院の付き添いだったり、まあいろいろそういうこともあって、はい、音楽の方はね、あ、そうそうそう、富士学園さんってね、まあそうだ、うん、揚げ屋のところに、うん、すごいやっぱり私たちの原点だなって感じ。ね、うん、3年目でしたよね。そう、ありがたかったし、なんかすごい良かったですね。ね、はい、3年だから、3年前に初めてやった時はそう結成してなかったんですよね。それ、まあね、直前っていうかね、うん、でも呼んでくれて、うん、3人で行きますって感じで ね、 ね、うん、あとね、もう一個はね、うち の、 近くのところでね、ちょっとイベントがあって人に誘われて見に行ったんですよ、はい、うん、そしたらなんかちょっとやっぱり客として見るとやっぱり演奏者のいろんなこと気がつくことがあって、それも良かった。
聞きに行くの大事ですよね。大事ですね。松見さんは？私はね、そのさっきのダブルヘッダーもそうですけど、うん、ね、いよいよシーナであのブラバンディズニーっていうね公演がスタートしたんですね。うん、楽しそう。まああの初日と2日目は実はそのさっき言ったシエナフルーツ音楽隊の公演と被ってたんで、私は乗ってなかったんですけど、うん、次から乗ってます。はい、行きたい。ぜひ来てください。はい、こうね、私の初日はこれが放送されてる頃にはもう終わってるんですけど、9日のね、高松と高松、10日の静岡が初日ですよね。遠いよ。いやいや、東京でもやりますよ。東京でやるのはね、いつかっていうとね、いつだろうね。ね。あ、3月3日はだからやったんで、そうそう、違う違う。あ、3月23日にオペラシティでやりますよ。あ、3月 23?、うん、3月23、ね、ぜひ皆さん来てくださいね。はい、はい、午後昼夜2回です。お、午後と夜やりますよ。すごい、ね、いけないや、はい、それとね、最近私ね晩酌を凝りやすてください。あの最近私ね、あの練習用にね、もうドラム、電子ドラムを買いたいなと思って、楽器屋巡りをしてるんですよ。うん、でね、あのティンパニーの練習もできちゃえるように、あのパッドがメッシュパッドになってるやつをね、探してるんですよ。メッシュの方が高いんですよ、あのゴムの黒いやつより。あ、もう高いけどしょうがないかなっていう。どういうメリットがあるんですか、メッシュのって。メッシュのっていうのは、あの打感が本物の革とまあまあ似てる、似てる。ゴムを叩くよりはまあ似てるっていう、そういう感じですね。ゴム叩いたらなんか手首に痛そう、ね、そうそう、そうなんですよ、うん、あんまり良くないかなって、本気でやっちゃうとね、うん、あの電子ピアノ叩くのと同じ感じかな、うん、で手にくるから、はいはいはい、だから電子ピアノはそれなりの弾き方しなきゃいけないんだけど、ああなるほどね、そう、吸収してくれないんだよね、向こうが。あ、はい、そう、帰ってきちゃうから、うん。じゃあメッシュだとね、それがこう跳ねる、跳ねやすいんで、うんうん、まあ、なんならこう聴力もチューニングキーで変えられたりして、本物により近いっていう感じでね。大体いくらぐらいなんですか、これがね。そのメッシュのだと、安いのだとね、まあ10万、12万くらいであるんですけど、うん、まあ、いろいろセッティングのこととか、ハイハットがなんていうんですか、その本物のスタンドを使ってるかそうじゃないかとかいろいろあって、うん、まあより本物らしくやろうとすると20万前後になっちゃうんですけどね。まあまあ、うん、でね、昨日回ったところに ね、その初めて見た電子ドラムがあって、それはね、うん、もうほぼ本物のドラムのように、あのこう銅がシェルがあって、ね、めっちゃ高いんですけど、50万ぐらいするんだけど、でもそのめっちゃめちゃ素晴らしかったんですよ、うん、でも、あの、うん、ショースペースも狙って練習したいんだから、ね、うん、まあこれはないかなって、いくら金があっても広い部屋だったらね、うん、それは広い部屋があって金があればそれにしたいなと思いました。あそこの防音室に入れるんですか。そうそうです、結構、うん、結構狭くなっちゃうでしょ、ね、あそこに。だから、うん、あそこにそのショースペースで済むドラム、電子ドラムがあれば、サンビオンのリハーサルがね、ドラムセットをわざわざ組まなくてもそれでできちゃうかなっていうね。じゃあスピーカー買わないといけないの。スピーカー買わなくちゃいけないね。うん、うん、このスピーカーいくらするのかなっていうのはまだ調べてないんですけどね、うん、あ、それつないでそこから音出るように。そうそうそう、うん、うん、そうなんです。まあそういうわけです。うん、いいですね、はい、ね、うん、まあ、あのもう使わなくなったから安く譲るよっていう人がいたらご連絡ください。うん、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。質問コーナー、イエイイエイイエイ。はい、一つお寄せいただいております。ラジオネーム恐竜博士、うん、うん、恐竜博士さんの質問をいきます、
私は今悩んでてどうしたらよいかと思っているんです。私はメガネ男子とか、うん、メガネかけた人が好きで、何か優しそうだなって意識しちゃうし、本命の人が私にはいるけど、うん、メガネ男子だし、うん、メガネ男子と付き合ってる女性ってことですね、うん、でも彼は可愛い子が好きだから、うん、すぐ可愛い子見つけると手を出したくなる癖があって、うん、お私と銀座のスタバでもスタバで一緒にいてもね、うん、彼がお誘いで行った時も、だから彼のお誘いで銀座のスタバに行った時でも、うんうん、そうだし、そうってことは可愛い女の子見つけると手を出したくなっちゃうね、うん、今回のお肉のお店でも可愛い子とか女の人見つけるとそっちに行こうとしちゃう、困りました、行こうとしちゃう、どうしたらいいんでしょうかっていうね、そういう質問です。どうしたらいいの、これは松見さんが一番わかるんじゃない、うんね、男の人としては、いやいや、うん、男の人としては、うんてかまあ動物的に考えるとね、うん、まだ出たこれはあの姉ちゃん女は見ちゃいますね、うん、見ちゃいます、あ見ちゃうでしょ、可愛いと、うん、だから可愛いとっていうか、うん、自分の好みに合ってる合ってないっていうのも判断しながら全ての人を見てます瞬時に、ね、目は行っちゃうんだよね、目は行っちゃうんです、うん、それは。でもこの人はほらなんか、うん、それだけじゃないでしょ、それだけじゃないですね、行こうとしちゃうって本当に物理的にこうやって足を行くのか、だから行こうとするんだから行ってはいないのかな、うん、だからそういうことじゃないですか、目が行っちゃうとか、うん、いうことなんじゃないかと思うんですけどね、うん、だからそれは普通なんです、うんうん、普通だから、うん、気にしないでくださいと言いたいところなんですけど、ね、答えね、うん、えじゃあさ明らかにさ、うん、一緒にじゃあご飯食べてて、うん、その女の人のことを目で追ってるのを発見してしまった、うんうん、って場合はどういう声掛けが一番いいんですか、うん、ちょっとって、また見てる、うん、また見てる、また見てるでいいんじゃないですか、あでいい、あそうだね、え逆になんて言われたら嫌ですか、うんうんうん、嫌っていうか、うん、見てんじゃないわよ、怖い怖いやつ言い方だってそれ今さ言い方の違いだよねそうそううーんだからまあ要は、うん、男は女に目が行くっていうことを理解した上で、うん、理解してて、うん、もう言ってくれればどんな言い方でも別にいいと思うんですよね、あそうか、うん、根本的に受け入れてるってことか、うん、だから、うんうんうん、見ていることを信じられないと思われても、うん、でも見ないようにすることは意識すればできるんですよ、うん、これはあのね昔ねあのこういうことがあったんですよ、あのね私ねあの同級生がねあのミニスカート履いててね、うん、まあ足に目がいっちゃったんですよね、うん、そしたら、ね、後日ねあのそこにいた別の女性の友達にその同級生が、うん、あの松見くんがね、うん、あの足見てたのよって、うん、言ったらしいんです、うん、でそれをその友人からこうまた劇室が聞いたんでね、その彼女はそうに言ってたわよっつって、それ以来ね私あの本当すごい見ないようにしちゃったんですね、意識的に、うん、で例えば男はやっぱり出てるものに目が行くから、うん、まあ例えばおっぱいが大きいとしたら、うんうん、やっぱり目は行っちゃうんですよ、うん、まあ大きかろうが小さかろうが行っちゃうんだけど、うん、あの大小は関係なく、うん、あの多少なりとも出てれば目が行く、うん、例えば鼻が出てれば鼻が高いなとか低いなっていうのと同じ、うん、まあ同じじゃないかもしれないけど、うん、でも同じように目は行っちゃうわけですよね、うんうん、だから足がやっぱり出てればそれはパッと目が行っちゃう、うん、もうこれはしょうがないんです、うん、でもね俺すごい意識的にそれねやって見ないようにしちゃってたんですね、うん、だから例えば女性と面と向かった時にいつも目だけこう見るみたいな、喋る時に、うん、そしたらある時ね、うん、まああのとある巨乳の後輩がね、うん、松見さんって見ないですよねって、普通男性ってやっぱりそのね自分がほら男性につい見られちゃうっていうのは分かってるわけじゃないですか、うんうん、ね、あのそれがね、あ松見さんって見ないですよねって言われて、うん、あ俺はかなり不自然なことをしてたんだなと
逆に思った逆にそうそう言われて、うん、多分だからわざと見ないようにしてるっていうのも分かられちゃったのかなみたいなね。だからそれ以来そんな不自然なことはしないようにしてますけどね。なんか顔が今のねちょっと嬉しそうだった、ね、そうよね、うんうん、だって出てるのを見てね、こうなんかジロジロこう見たらあれだけど、うん、あそれはねもちろん失礼ですよ ね、普通に目が行くのは普通ですよ、ね、そうなんです、うんうん、だから目が行ってそのままその目が止まってたらね、それは良くないけどちょっとってなっちゃう、まあ、ちょっと経過するのは勘弁してもらいたいなっていう。そうですよね、ええ、でもね、あの女性側の心理ね、はい、今度ね、ええ、女性はね嫌なの、とにかく嫌なんです、うんうん、あの分かるんだけど、はい、でそういうふうに男の人はそういうもんだって、うんうん、でもね嫌なの、あその一緒にいる男性が他の人を見る、そう、自分以外の、ね、まあ、特にそういうね、ええ、あの恋人だったり付き合ったり、まあ、旦那さんだったり、うんうん、人が他の人女性をこうにこう目がいってるっていうのは嫌なんです。それはもう女性の今度、まあ、あのしょうがないとこなの、うん、はいはいはい、っていうのはある、わかります、うん、それはそうですよね。まあそれは例えば男でもから見てもね、一緒にいる女性が他の男をジロジロ見てたらね多分嫌だと思うし、うん、だからまあ誰かと一緒にいるときはあのそういうことをしないふうに心がけることは必要だと思うんですよね。一人の時に見ればいいね。そうだね、見ればいいけど、わざわざ見る必要ないんだけど、あのだから一人でそういうね人と一緒にいるときは、うん、見ない見ないモードになるしかない。で、まあこの人は、うん、ついそうやって見ちゃったりするわけだな。手を出したくなる癖があるっていうのもちょっとどこまでかわかんないけど、うん、こらこらって言うしかないかなこれ。ね。うん、大人になってあげちゃうと、うん、そうそう、うん、大人になってこっちはねあげちゃうしかない、うん、でも両方が両方をこう歩み寄るっていうか、女の人はそれ嫌なんだ、うん、男の人はそういうもんなんだってやっぱお互いがそこを理解するっていうところが大事かな、うん、ああそうですね、うん、それ以上しょうがないでしょ、うん、そうですね、うん、だからそれを理解した上で女性はでも嫌なもんなのよって、まあ、一度伝えてみるのもそうですよね、それも大事かな、うんうんうん、まあ、優しくね、そうですね、うん、優しくあるいはこのラジオを聞かせるとかね、うん、あ、そうだよ、一緒に聞けばいいんだよ、そうだ、そうしよう、一緒に聞いてください、聞いてください、うん、恐竜女子さんじゃなくて何だっけ博士、恐竜博士だ博士男なのいや、そうか、女性だとなんて言うんだっけ博士それも博士、ね、はい、じゃあそういうことで、はい、また、はい、ぜひ質問をお寄せください、はい、ではでは、さよなら、さよなら。本日お聞きいただきますのは、サンビオンセカンド CD サンビオンミーツオールドソングスより武田の子守唄です。
松見の夜まで待てない。夜まで、待てない話がございます。何ですか？洋式トイレについてなんですけどね、うん、あの男性っていうのはまああの古くから古代から立っておしっこしますわね。うん、うん、まあそれはまあいいんだけど、洋式トイレでは皆さん座ってやりませんかっていうあの提案ですねこれね。ぜひとも。でもどうしてそれを思ったんですか？それをどうして思ったかっていうとね、あの今から何まあ15年もぐらい前ですかね、あのある同僚の女性が、うん、まあその彼女ももうすでに結婚してて、うん、旦那には家のトイレであの書を足す時もあの座ってやらせてるわよって言ったんですよね、うん、であのえなんでって言ったら、あのやっぱり立ってやるとどうしても跳ねる、うん、目に見えてなくてもね、うん、絶対跳ねてるから、うん、絶対汚れると、うんうん、まあ座ってもまあそういうことあるのかもしれないけど、まあ汚れる度合いが全然違うと、うん、だから座ってやらせてるのよっていう、話を聞いて、それからねその当時ね、まあ、結婚してた人のご実家がラーメン屋やっててね、うん、そこをねやっぱりトイレは毎日とにかく掃除すると、はい、やっぱりどうしても跳ねるからねって、うん、見えてなくても跳ねるからって壁とかも拭いてたんですよね、うん、まあ、その話も聞いてたんで、うん、なるほどなと思って、うん、それ以来あの私は座ってやるようにしてるんですよ。でもうたとえ駅のトイレであっても公共の、ね、トイレであっても、うん、と人の家に行ったらもう当然座ってやってるんですね、うん、でそう自分がそうなってくるとね、あの便座がね上がってることがなんてこう不快なんだろうって思えてくるわけです、うんうん、ね、だから女性はいつも男がした後にその便座を下ろしてするわけでしょ、うんうん、そうそう、でしかもねその立ってした後のね飛んだ便器に飛んだついたのを拭いてなかったりするやからが多いんですよこれが。開けてしてる時点で絶対拭かないよね、うんうんうん、だからねこれはねここでまあこんな話って何なんですけどあのでももうちょっともう夜まで待てないんで言わせてもらうんですけど、いや いる未だに、うん、もちろん。あ、そうなんだ。うちもね、私の教えてる教室で、うん、ある特定の人もね分かっちゃうぐらい、あ、うん、うん、絶対上がりっぱなしなの。うん、うん、でもその人なかなかフェミニンな雰囲気あるんですけど、うん、あ、やっぱそうなんだって思っちゃうね。うん、やっぱり意識しないとこう上げてしちゃうというのが普通なんでしょうね、もともと。まあね、もともとはそうしてたわけですもんね。でね、まあ自分が気づいたのはその15年ぐらい前ですけど、まあ多分その当時からそういうことは世の中でも言われてはいたと思うんです。自分は気づいてなかっただけでね。で、あのそれこそ十何年か前の芸人さんがどうして喋ってる映像がこの間見たらちょうどその話題になってて、うん、あの自分は座ってするんですよって誰かが言ったら、っつって、男たるものね、あ、それそれ、うん、立ってするもんだろうみたいな、うん、やっぱそう話してんですよ。まあ時代も時代だったしさ、うん、でも今は結構ねこれ世の中でいっぱい言われてるから増えてきてると思うんですよ、うん、座ってやる人、うん、でも未だに立ってやってる人いっぱいいるんで、うん、それがダメってわけじゃないんだけど、うん、立ってやったからには掃除をして出ていくべきじゃないかなっていう。ああ、そうね、うん、それは掃除でいいちいちだよ、公共のトイレでも、うんうん、そしたら座っちゃった方がいいよね。そうそう、そうなんですよ、うん、まあ人手間は多いんだけどね、女性はいつもやってるから、うん、そう、うん、まあそういうことなんですよ。うちね、あの、うん、うちもあの息子とか主人とかいますけど、私がある時からあの便座の蓋も閉めるようにしたの、ね、うん、はい、それなんか蓋閉めるとお金が貯まるって知ってます？もう知らない。
一説にね。ほうほう、まあ、それもあって、まあ、見た目もね、なんかこう開いてるよ、やっぱり閉まった方がいいので、うん、私がいつも閉めるようにしてたら、うん、じゃあそのうちやっぱりこういう風に開けなくなったかな、そっちの中の2枚目のとこも、うん、あ、はいはい、うん、うちはうちの男子はみんな座ってると思います。あ、と思うだけですか。うん、あ、でも座ってる。あ、それはよかった、うん、いや見てないけどね。だから立ってやった後蓋まで閉めてるって可能性もなくはないです。でも周りはね、そういうことないかな。なるほど、うん、毎回掃除してたし、カムまでそこまでしても立ってきたい。だったらいいよ、だったらいい、だったら許す、だったら許す。まあね、実はね、男子の場合はなんですけどね、まあ、立ってした方が全部できりやすいんですよ。あ、体の構造的に、うん、そうそう、座ってるとね、残尿感がちょっとあったんですね、私の場合ね、最初のうちはです。慣れてくるとね、全部出し切れるようになったんですけどね。あ、へえ、そうなんだ、うん、それもありましたけどね。そっかそっか。まあそんなわけで、うん、男子の皆さん、もしよろしければ、うん、座るようにしてみませんか。ね、まあせめて公共の場では、一人暮らしの男子はまあ自由にどうぞ、うんうん、そんなことで、そんなことで、ではさようなら。さようなら。お知らせコーナー、はい、はい、お知らせが2点ございます。はい、はい、ですね、まず3月の25日、神楽坂ザ・グリーでライブがあります。今ラジオ収録してますけど、この後ね、うん、そうそう、一緒に、うん、コラボするメンバーとコラボ曲の合わせ、うんうん、リハーサルをやっていきます。そうですね、はい、三冠四音というタイトルのライブです。3月25日オープンが、夜6時半スタートが7時半と、うん、で食事、まあ、ちょっとしたおつまみみたいなのが多分あって、うんうん、でそれぞれの、チームチームなんだっけ、バンドの、雰囲気に合ったお酒が2種類、あ、そうですね、まあ、選ぶっていうか、あの、うん、買っていただくんですが、うん、もう置いてあるということで、はい、飲食はちょっと別途料金になりますけども、お楽しみいただけます。はい、サンビオンとベルカストレルカのライブです。はい、もうあのベルカさんが用意してくれてる、うん、コラボ曲が若干難しくて、え、もうどうしよう、ドキドキして、若干じゃなくて、若干じゃない、非常に、うん、ドキドキしてますからね。え、松見さんも8分の5が挟まってるところがね、もうね、大変、私たちもうん、なんかなんで今頃こういう風読みしてんだろうねって思って、ね、すごいすごいですよ彼、ばっちり書いてくるもん、本当びっくりしちゃった、同じジャズ家なのに。まあその辺もお楽しみどうぞ。はいはい、もう一つはですね、4月6日土曜日、埼玉の伊那というところにありますエノテカビエントさんで、ライブをやります。ここは私たち初めてのところなんですが、あのすごくマスターがこだわりの、コーヒーを入れたりしてる、あのそういうお店で、新しくできたビエントさんの方なんですね。ですね、オープンが5時半夕方、スタートが夕方の6時からということで、こちらはあのお食事も楽しめるお店ですので、ワンフードワンドリンクの、オーダーをお願いしております。ここはですね、ちょっとあのこじんまりとした感じで、あの綺麗なお店なんですけど、ちょっと私たちの新曲もあのちょっとやってみようということで、うんうんうん、あの面白いライブになりそうな感じです。はい、ちょっとね、あのベンがね、車で来た方がいい感じのとこなんですが、あのでもとてもあの自然に囲まれたいいところなので、あのゆったりとした夜をお楽しみいただけると思いますので、ホームページの方にあのご案内載ってますので、よろしくお願いします。いいですね、はい、うん、楽しみですね。まあね、車持ってない人はタクシーで来てください。はい、まあ、レンタカーでもいいですよ。レンタカーそうですね、各駅から、まあ、4分だったり10分だったり、その範囲ですよね。そうですね、うんうん、はい、あ、車で、はい、うん、じゃあ歩こうとまだ歩ける。まあ、歩こうとも徒歩ね、 Google だと徒歩18分って出ちゃった。全然普通じゃないですか。あ、
だって運動すると思えばもう近いぐらいですよ、まあ、散歩がてらね、うん、ぜひお待ちしてます、はい、ではでは本日はこの辺で失礼いたします。さようなら。